いつまでも追っかけてばかりじゃねえぞ、くれ！影分身の術！果汁影分身の術！もうやられてやんの。当たり前といや当たり前だが。ああ、渦巻きナルトの勝ちだ。次だ次、さっさと次の試合を始めろ。悪いな、このハマル。俺も中忍になんなきゃいけねえんだ。このハマルの戦闘不能により。続けられんのか。俺はまだナルト兄ちゃんに一発も入れてねえ。いいぜこのハマル。ここまでやるか。お前が言うな。お前が。あのナルトってやつはな、手加減なんてできねえよ。ナルトは相手の気持ちが分かっちまうやつだからな。相手をバカにするようなことできるわけねえじゃん。一発くらい当てたかったんだけどな。やっぱナルト兄ちゃんにはこの…トカゲへの一歩ですぞ。トカゲの名前が欲しけりゃな、この俺をぶっ倒してからにしろ。俺も子分なんかやめた。これからはライバルだ。このハマル、俺に一発入れてみろ。手裏剣影分身の術。何？いけ！ジジイの術だこれ。さらにカトン排斥ショー。できるぞ。あっち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 。もう手裏剣もねえ、チャクラも尽きた。でもせめて一発。このハマルのやつは張り切りすぎだってばよ。ね、しまった。俺の名はサルトビ・コノハマル。おかげになる男だぞこれ。おかげの名はそう簡単には譲れねえってばよ、コノハマル。おう、バカ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 じゃん。また今回は特例としていくつかの制限を設けさせてもらった。その1、戦術の禁止。他の連中の手前ハンデは必要だからね。え？
渦巻きナルトは反則行為により失格。勝者、猿飛木の葉丸。